二刀流で特大44号ホームランも、疲労により緊急降板の悲劇。あまり良い状態ではない。エンゼルスの大谷翔平選手は日本時間24日本拠地で行われたレッズとのダブルヘッダー第1戦に2番投手で先発出場。初回の第1打席で4試合ぶりとなる44号ツーランホームランを放ちました。メジャー単独1位に浮上し、自身を援護する貴重な一打となったものの、直後2回のマウンドで緊急降板。ホームランから降板までの悪夢の12分間に米メディアや日米のファンは歓喜から一転、悲鳴が上がる事態となりました。初回ノーアウト1塁、初対戦のサワン・アボットの初球を痛烈に捉え、時速186キロ、約134メートルの豪快44号ツーランホームランを放ち、投手大谷を援護する先制弾で幸先良いスタートを切ったものの、2回の投球で先頭に四球を出し、次の打者へ5球目を投じたところで小さく首を振り、指先を気にするような仕草を見せます。そのままネビン監督と水原通訳らを呼び寄せ、話し込んだ後に降板となり、その後3回の打席でも代打を送られ、試合から完全に退く形になりました。初回は打者2人から三振を奪い、完璧な立ち上がりだっただけにまさかの展開。米メディアはホームラン直後、翔平大谷が初球を叩きのめした、ホームランだと興奮気味に速報していたものの、わお、翔平大谷が26球で降板した、何が起きたのかまだ理解できていないと言葉を失いました。試合後フィル・ネビン監督は、現在検査中だ、ご存知の通り時間がかかる、彼は私に痛みを感じているわけではなく、どちらかというとここ何週間か感じていたものが1回の直後に再び感じたと言ってきた、私から言えることは以上だと話し、初回を投げ終えた時点では何も言っていなかった、2回の降板時はあまり良い感触ではないと語っていたと状況を説明しました。ホームランの朗報の直後に舞い込んできた秘宝、度重なる疲労降板でファンからは、いい加減大谷を休ませろ、どうせプレーオフ出れないんだからこれ以上酷使しないで、エンゼルスの管理能力はおそらくメジャー史上最悪だろうな、もう投手は休養して打者だけに専念してほしいとの声が上がっています。また地元メディアの報道では、大谷選手は関係者を通じ、疲労のコントロールが難しい状況になっているとのコメントを残しているようで、かつてない出場肩でコンディションは最悪の様子。そんな大谷選手ですが、打者としてはきっちりホームランで仕事を全うしており、その姿を称賛する声が相次いでいます。レッズの伝説打者と大谷との驚きの共通点。プレーオフ進出に向けて正念場を迎えているエンゼルスは、レッズとの3連戦を迎えました。両チームの対戦はなんと4年ぶり。大谷選手が最後にレッズと対峙したのは、まだ二刀流として覚醒する前の2019年です。久々の対戦となる両チームですが、エンゼルスのネビン監督は、翔平はレッズの伝説の打者とよく似ているんだ、と話しました。その伝説の打者とはピート・ローズ氏。MLB 最多試合出場記録、通算安打記録、200安打最多回数記録など、数々のメジャー記録を保持しているレジェンドです。ネビン監督が共通点と話したのは、常に目的を持って行う練習への姿勢。トレーニングルームであれ、バッティングケージであれ、ブルペンであれ、彼がやっていることには全て目的がある。ピート・ローズはティーバッティングはやらなかった。打撃練習でも実践的ではないスイングは全くしない。翔平についても同じことが言えると思う。投球にしろ、打撃にしろ、全てに目的があるんだ、と話しています。さらにエンゼルスの地元テレビ局で解説者を務めるマーク・グビザ氏は、もう一人のレッズのレジェンドとも酷似している、とコメント。もう一人のレジェンドとは、ケン・グリフィー・ジュニア氏です。ケン・グリフィー・ジュニア氏は通算630本塁打を放ち、2016年には史上最高の得票率でアメリカ野球殿堂入りを果たしたレジェンド。グビザ氏は、大谷の美しいスイングがグリフィーを彷彿とさせるんだ。スイングの軌道が似ているし、打球の飛び方が似ている。パワーも非常にあるし、ヒットを量産する力もある。力感というよりはスムーズに軽いタッチでスイングするのに、驚くほどの飛距離が出るのがグリフィーの打撃の特徴。大谷の美しいスイングと美しいアーチはまさにグリフィーだよ、と力説しました。
かつてピート・ローズ氏やケン・グリフィー・ジュニア氏がファンを虜にしたように、日米の野球ファンから尊敬の念で見られている大谷選手。グビザ氏は、どんなスポーツでもトレンドがあります。野球界では大谷に触発されて二刀流でプレーする選手が増えました。メジャーのロースターは25人だけですが、チームに両方できる選手がいたら、その分投手か野手が増えることになります。その意味で、大谷は野球界のトレンドの先駆けということです。と二刀流の時代を切り開くパイオニアとして期待しました。大谷選手は日本人メジャーリーガー初の本塁打王獲得に向けて突き進んでいるものの、エンゼルスはプレーオフ進出に黄色信号。米メディアからは、プレーオフ進出の可能性はほぼゼロだ。と辛辣なコメントが相次いでいます。プレーオフ進出はありえない。プレーオフに進出することができたら、それは奇跡だ。このような声が頻出するほど、土俵際まで追い込まれてしまったエンゼルス。一時は上昇ムードが漂っていたものの、8月はレッズ戦が始まる前の時点で5勝13敗と大きく負け越しています。そんなエンゼルスに対して米メディアハロストゥデイは、事態が早急に好転しなければ、ポストシーズン争いから完全に脱落しかねない危険な状況に変わりはない、と指摘。さらに投打で孤軍奮闘を続ける大谷選手の活躍ぶりを見て、エンゼルスの現状についてこのように話しました。大谷はレッズ戦で先発登板する予定だが、彼でさえ腕の疲労のために先発を回避するほどの厳しい状態だ。センセーショナルな活躍を続ける大谷をポストシーズンに連れていけなければ、エンゼルスは再び挫折を味わうことになる。トラウトとレンドンという打撃の核となるスターがラインナップから欠けている。多数の怪我人を抱え、試合終盤から相次ぐエラーは目も当てられない。そして投手陣の不振により、アナハイムの今季はすでに運命づけられているようだ。8月1日に閉じられた今夏のトレード市場では買い手となり、大谷選手の残留だけでなく、ジオリト選手やムスタカス選手など主力級の選手の補強に踏み切ったエンゼルス。しかし現時点で効果が出ているとは言えず、ワイルドカードで首位を走るレイズとの試合では、今季ワーストの18失点を喫して大敗してしまいました。レッズとの3連戦開始前の時点でワイルドカード圏内まで8ゲーム差。もはや絶望に近い状況についてファンからは、エンゼルスのミスが多すぎる、他のチームの10倍くらい多いんじゃないか、こんなみっともない情けない試合をして本気でプレーオフに行こうなんて思ってんの、もうこんなエンゼルスを見たくない、見るたびにエンゼルスは点を取られている気がする、という落胆の声が相次いでいます。米データ専門サイトファングラフスが算出するポストシーズン進出確率も 0.4% にまで低下。可能性は限りなく厳しく、プレーオフに進出することができれば奇跡と言わざるを得ません。ヒリヒリする9月を過ごすことが厳しくなった今、ファンの期待は大谷選手のタイトル獲得ですが、ここに来てライバルたちが量産体制に入ってきました。本塁打王も黄色信号。開幕から本塁打を量産し、ア・リーグ本塁打王ランキングのトップに立ち続けている大谷選手。最大のライバルと目されたジャッジ選手の長期離脱もあり、日本人メジャーリーガー初の本塁打王は確実だ、という声が相次いでいますよね。しかしここに来て、ホワイトソックスのロベルト選手とレンジャーズのガルシア選手が本塁打量産体制。大谷選手が8月に入って本塁打のペースを落としている中で、ライバルの2人は大谷選手を上回るペースで本塁打を放っています。熾烈なタイトル争いをする上で、投打の二刀流をこなす大谷選手は圧倒的に不利。なぜなら、疲労によってパフォーマンスが極端に低下する場面が増えてきたからです。そんなこと言っても大谷は試合に出続けてるじゃないか、という声が聞こえてきそうですが、大谷選手は毎年後半戦に入ると本塁打のペースが落ちる傾向があります。熾烈な本塁打王争いを繰り広げた2021年は、6月と7月は本塁打を量産したものの、8月以降は減少傾向。メジャー史上初の投打で規定回に到達した2022年も、8月の本塁打数は7本でしたが、9月と10月は2ヶ月で5本塁打にとどまりました。さらに2023年の大谷選手は、例年以上にフル回転。3月の WBC でフル稼働した上に、シーズン開幕後はほぼ中5日で登板しています。2年連続2桁勝利2桁本塁打を記録したものの、7月以降は体の至るところに痙攣を起こし、
自打球を当てた右足は膨れ上がりました。おまけに右腕の疲労を訴えて予定していた登板を回避するなど、リアル二刀流をこなした過去2年と比べても満身創痍の状態です。驚異的なスタミナの持ち主である大谷選手であっても、いつ息切れしてもおかしくない状態と言えるでしょう。今以上に大谷選手の当たりが止まり、ロベルト選手やガルシア選手が本塁打を量産すれば土壇場で逆転される可能性もあります。それでもファンからは、油断はできないのは間違いないけど、残り40試合で10本差はほぼ決定だと思う。大谷が50本の大台に乗せるのは間違いないし、そうなれば誰も追いつけない。正直、大谷がこのまま止まってもロベルトやガルシアは届かないよと本塁打王を確実視する声が寄せられました。仮に大谷選手が本塁打王のタイトルを手に入れれば、またもメジャーの新しい歴史を作ることになりそうです。大谷が作る新たなメジャーの歴史。 MVP は大谷以外ありえない。もはや大谷選手以外の選手を受賞者に挙げる声がほとんど聞かれなくなった MVP 争い。さまざまなメディアが大谷選手の MVP 獲得を確信するトピックを配信しています。米スポーツ放送局 ESPN は、大谷はシーズンの残りを欠場してもおそらく満場一致で MVP の栄誉を獲得する可能性がある。彼は二刀流だけどバッティングだけでも MVP の大本命だと主張。米メディアブリーチャーレポートも、今では MVP 争いのオッズの掲載が消えた。レギュラーシーズンが残り6週間となった今、翔平はリーグ MVP でライバルを大きく引き離している。ほとんどのサイトではもうかけることすらできないと異例の事態が生じていると報じています。さらにボストングローブ紙は、何か予期せぬことがない限りリーグ MVP は大谷だ、何があっても大谷は満票で MVP を取るべきだと指摘しました。これまで満票で MVP に選ばれた選手は2021年の大谷選手以外に19名いますが、2度目の満票 MVP を手にした選手はいません。もし満票で MVP になれば、またもメジャーの新しい歴史を作ることになります。ファンからも、今年は本当に大谷以外ありえない、投打でタイトルを取れば 100% 間違いない、野球史上最高の個人成績、満票 MVP は当然ですという声が寄せられました。エンゼルスのプレーオフ進出の可能性が低くなり、メディアの話題はタイトル争いやオフの FA に関するものばかり。それでも大谷選手は、可能性がある限り諦めることはない、これから連勝を伸ばしていけば可能性はおのずと高くなると目の前の勝利しか見ていない様子。レッズ3連戦で弾みをつけ、プレーオフ進出に向けてもう一度上昇気流に乗ってほしいですね。あなたはエンゼルスがプレーオフに進出できると思いますか？ぜひご意見をコメント欄にお書きください。最後まで見ていただいた方は、グッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。